田優斗選手。ウッチー。ウッチー。あ、そう、愛称ウッチーらしいっすよ。仙台のウッチーね。まあ26歳です。サガン鳥栖から移籍してまいりましたけど、あれ試合出てたんかな、鳥栖で。2021年のデータでより言いますとですね、リーグ戦は1試合で、ルヴァンが3試合らしい。おお、なるほど。経歴を軽く説明しますとですね、ガンバユースですよ。ガンバユース、ガンバユース、家永選手と一緒に。ガンバユース出身で、2014年にプロ入りか、ガンバにそのままユースから昇格してガンバに入って、でも1年目は新しく J3 にできた J リーグ選抜みたいな、あ、はいはい、あったじゃないですか。あそこで経験を積んで、でガンバのままレンタルで徳島行ったんですね。それで徳島の時代はその2016年から2019年で徳島にいたんですけど、その時は普通にもう20試合30試合近くもコンスタントに出てます、試合を。で2020年シーズンも鳥栖に今度移籍してきて、20年も23試合とか出てたんですよ。ただ去年の2021年シーズンがちょっと出番が少なく、それでベガルタへ移ってきたという。鳥栖の左サイドバック誰だったんだろう。鳥栖のシステムにもあんまり3バックで、まあ、あんまポジション的にもはまらず、左ウィングが小山津選手なんですよね、はい、京都立花高校出身の。ああ、はい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 、なるほど。とか結構調子良かったからね、そこで結構出番を得られず、まあ、出場機会を求めてね、ベガルタやってきていただいたと。いいですね。まあ、攻撃力が魅力のサイドアタッカーって感じだと思います、僕は。はいはいはい。レフティーかっこいいな。いいね。